ゆめちゃん YouTube チャンネル。こんにちは、グリーンプラザ山町です。今日は美しいカラーリーフプランツの一つ、アルテルナンテラレッドフラッシュについてご紹介します。この植物は夏から秋にかけて葉色が変化し、寄せ植えや花壇に彩りを与えるとても魅力的な品種です。栽培方法や管理方法、そして病害虫対策についても詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。アルテルナンテラレッドフラッシュは別名赤葉千日紅とも呼ばれ、暑さに強くて特に夏から秋にかけての葉の色の変化が魅力的です。初夏から植えることで夏の鮮やかな色と秋にかけて深まる色のコントラストを楽しむことができます。特に寄せ植えや花壇に取り入れることで他の植物と組み合わせて美しいアクセントになります。日当たりと置き場所ですが、この植物は熱帯から亜熱帯原産のため強い日差しが大好きです。日光に十分に当てることで葉の色が鮮やかになります。風通しの良い、日当たりの良い場所に植えるのが理想です。アルテルナンテラレッドフラッシュは耐寒性が低く、気温が5度以下になると育てるのが難しくなります。冬が近づくと枯れてしまうことが多いため、日本では一年草として扱われています。ただし冬前に室内に取り込めば多年草として冬越しさせることも可能です。冬越しさせたい場合は室内に取り込みましょう。水やりと肥料ですが、土の表面が乾いたらたっぷりと水を与えるのがポイントです。また特に肥料を選びませんが、定期的に肥料を与えることで生育が良くなり、葉色もさらに鮮やかになります。成長して茎が長くなった場合は定期的に摘心を行い、枝分かれを促進させましょう。これによって株が密に成長し、見栄えの良いボリューム感が出ます。伸びすぎた茎は剪定しても問題ありません。病害虫対策についてです。一般的に病害虫に強い植物ですが、注意すべき点がいくつかあります。アブラムシやハダニが発生することがありますので、風通しを良くし、植物に水をまいて葉を濡らさせないように注意しましょう。必要に応じて適切な殺虫剤を使用して対策することも大切です。今回はカラーリーフプランツとして人気の高いアルテルナンテラレッドフラッシュの紹介と育て方をお届けしました。強い日差しと少しの手間をかけるだけで美しい葉色を楽しむことができます。これから育ててみたいと思った方はぜひチャレンジしてみてください。もし質問やコメントがあれば、ぜひ下のコメント欄に書いてくださいね。本日紹介した植物は店頭はもちろん、オンラインショップでも販売しております。概要欄にリンクがありますので、ぜひチェックしてみてくださいね。